待て、闇の気配が満ちている。急いでるって時に突っ切りましょう。これで終わりです。さ、眠くさ。僕についてこれる？なんだか賑やかな街だな。何かあるのかな？そうね、なんだろう。ちょっとあそこの人に聞いてきてみるね。あら、レオニス君、何をしているんですか？まあ、ちょっと人を待ってて。その方が来たら一緒に街を回りませんか？この街、今日はお祭りなんですって。ああ、だからこんなに賑わってるのか。そうなんです。今晩は数百年に。レオン、今日はお祭りなんだって。なんでも数百年に一度の流星群らしいよ。それはすごいね。よく晴れてるから綺麗に見えるかもって。一緒に街を回ろうって言ってたのに、どうしたんだろう。そうだったの？今日はたくさん流れ星が見えるから、いっぱいお願いしてもいいんだってさ。へえ。アリスは何をお願いするの？イーメルが早く戻ってきますようにかな。ずっと一緒にやってきた仲間、家族だもん。やっぱり寂しいよ、みんな一緒じゃないと。うん、それは僕も同じ。それと早く戦いが終わってみんなが幸せになりますようにって。シャルニーニも一緒に流星群を見ない？なんでもないです。すみません、呼び止めたりして。ねえ、レオン、ちょっと行ってあげて。昼の様子も変だったし、少し気になるから。ちょっと行ってくるよ。シャルニーニ。あら、レオニス君、どうしたんですか？ああ、いや、その皿は何なの？これは私たちシリアムの言い伝えです。流れ星は水の中に捕まえろです。だからお皿にお水を入れて
流れ星を待っていたんですよ。昼間はこのお皿を探してたんです。どうせ捕まえるなら豪華なお皿の方がいいですからね。昼はどうして行ってしまったんですか？街を回ろうって誘ってくれたのに。ああ、そのことですか。ここだけの話ですよ。今からお話しすることは私たち二人だけの秘密です。約束できますか？もちろんです。その言葉信じますね。ではお話しします。はい。アリスさんです。アリスは？レオニス君が待っていたのがアリスさんだったので私はあの場を置いとましたんですよ。なぜアリスがいるとその場を去るんです？アリスさんがハイエルフだからです。え？私、ええ、シリアムはハイエルフが苦手なんです。なんで？仲間なのに。それにあなたは他の種族に友好的な方だと聞いています。そうですね。一緒に旅をしていますし、戦闘になれば共に戦います。でも普段は、ね、もちろんアリスさんの人となりは分かっているつもりです。いっそハイエルフらしいハイエルフだったら私も楽だったんですけど、どうしても憎めない方なんですよね。だったらなぜ？アリスはそんなことを思っていませんよ。それはそうですよ。ハイエルフですもん。そこがわからないな。仕方ないですね。では説明しますね。私たちシリアムは闇夜の王カオスによって作られたそうです。最高神レニオンが創造したハイエルフの私たちシリア、私たちの存在はハイエルフありきなんですよ。私を見てください。いろいろと似ているでしょ、ハイエルフとシリアムって。でもね、いろいろと違うところもあって、姿形は似ていてもいくら背伸びしたって手の届かない雲の上のような存在なんです。そうなんですか。だからコンプレックスなんですよ。シリアムにとってハイエルフは。それにアリスさんは自分の幸せより他人の幸せを願える方じゃないですか。アリスはそうですね。でも私は違います。そんなことないと思いますよ。その証拠としてレオニス君は私と一緒にいるじゃないですか。どういうことです？どういうことでしょうね。なんで僕がここにいるのが証拠なんですか？お昼に声をかけたでしょ？はい。で、さっきも声をかけました。ええ。でも、私はいなくなってしまった。そのことが気になりませんでしたか？ええ。だから来てくれたんですよね。ありがとうございます。レオニス君は優しいですね。え、何がですか？優しいから来てくれたんですよ、レオニス君は。そういうことです。そういうことなんですか？ええ、そういうことですよ。よくわからないです、僕は。
まだ若いですからね、レオニス君は。ゆっくりお姉さんとお勉強しましょうね。はい。さて、流星群はまだですか？まあすごい、どんどん数が増えていきます。今ですね。何をするんですか？お皿のお水に流れ星が映ってますでしょ。それに願いを込めて飲むんです。飲みます。染みますね。まだ少し残ってますけど。これはレオニス君の分です。さあどうぞどうぞ。え、流れ星が映っているうちに早く早く。はい。飲みました。飲みましたね。また何か？男女が流星群の日に同じ杯を交わしたら永久に結ばれるんですよ。そんな言い伝えが？あら、私とでは嫌ですか？そういう意味では。また僕を試していませんか？いい勉強になったじゃないですか。さあ、アリスさんのところに戻りなさい。心配しているでしょうから。シャルニーニは？もうしばらく流星群を堪能させていただきます。寒くなってきたから風邪をひかないうちに戻ってくださいね。私はこれぐらいがちょうどいいですけど。はい、ご心配ありがとうございます。では。私は何をやっているんですかね。なんでこんなに。私に合うサイズの服がありませんの？可愛らしい服を見つけても着れないし、着りませんわ、こんな服。もう一枚。私からの伝言が伝わっていないのかと思った。ようやく取引に応じる気になったよ。これがハスカリルの土か。製造方法は奪えなかった。はい、申し訳ありません。まあよい、ひとまず土さえ取り上げてしまえば恐れるものなどないからな。本当にこれでレオンたちには手を出さないんですよね？約束しよう。ただし我々に歯向かわなければ。だが、あとはこのヴェルダファードをサマリル様に献上すれば、
行くぞ。ミーメル！できるわけないだろ。一人で全部背負って突然いなくなるなんて。私はあなたたちとは違うんです。本当だったら私はレオンたちの敵だったんだから。だからどうした。僕たちはずっと一緒にやってきたじゃないか。じゃあそれは嘘でしたでいいのか。本当なら私はあの時消えていた。その後の時間は夢のようなものです。私がきちんと使命を果たしていればこんなことにはならなかった。私があの時消えていたらこんな苦しいことには。自ら出てくるとは探し出す手間が省けた。ハスカリヌの土の製造を渡してもらおう。そんなものはねえよ。この中にあるからな。それは交通。お前たちを殺せば済むこと。まずはこやつをどうにかせねば、ゆっくりと話もできんか。正直戦いたくはないけれど、ここは譲れない。奪われたもの、すべて返してもらう。この程度の相手、お前だけで十分だ。どうした？何を躊躇している？ミーメルちゃん、それはあなたが本当にしたいことですか？しなくちゃいけないことじゃありませんよ。ミーメルちゃんが本当にしたいことです。本当なら敵だったなんて、今さらそんなことをやり直したいんですか？今まで一緒に戦ってきた仲間や守ってきた人々を傷つけることがあなたの本当にしたいことですか？私も皆さんも今一番したいことをするためにここに来たんです。みんなあなたを助けたくてここに来たんですよ。ミーメルちゃんの本当にしたいこと、それは何ですか？私のしたいことなんて。できるよミーメル、遅くないよ。私は迷ったか。ついさっきまでみんなを裏切るなんて私どうかしてました。主を裏切るというのか。初めから私の死を望んでいた方を
どうやって敬えというのですか。愚かな、いらぬ知恵をつけおっている。その選択、すぐに後悔することになるぞ。本当にしたいこと見つかったみたいね。でも私は、あなたが何なのか、そんなことはこの際もうどうでもよろしい。そうですよ、種族なんて関係ありません。私はいつだって一番したいことをしますよ。形にしなければ伝わらない思いもありますよ。とりあえず言ってみなよ。思ってるより簡単なことだから。私、みんなと一緒にいたい。みんなと生きたい。ほら、簡単でしょ。よく言ってくれたな、ミーメル。おかえり。レオン、ごめん。ごめんね。ミーメル、なんだ。出られた。あなたは素敵な茶番をありがとう。退屈すぎて出てきちゃった。レオニスだっけ。レオンって呼んでいい。お前何者だ。あら、見てわからない。まあいい。閲楽の闇より生まれし四つの娘、最も新しき禍根、最悪の人型き。私の名前もミーメリア。滅ぼすまではよろしくしましょう。まあこんな感じで軽く自己紹介。同じミーメリアってどういうことだよ。だからたった今言ったでしょ、私もミーメルだって。というか見れば大体わかるでしょ。やあね、察しなさいよ。まあ混乱しちゃうのも仕方ないか。じゃあ私はミラって呼んでいいわよ。いつも役立たずがお世話になっていました。ミーメルを苦しめていた原因か。あ、やっと気づいた。私たち兄弟みたいに育ったのにちょっと嬉しくないの。そうね、本来の闇の住人としてのミーメリアとでも思ってちょうだい。ベルダファードを返してもらおうか。ああ、いいわよ。ほら、いらないって言ったの。私はそれをサマリルに渡す気はないわ。
うこと？マキをサマリルに届けるのが目的じゃなかったの？そうね、途中まではね。でもこいつはあんたたちとサマリルとの板挟みにうじうじ迷うし、やっと動いたと思ったら裏切っちゃうし、後ろで見ててほんとイライラしたわよって思ったのよね。私が全部やればいいんじゃないかって。いい魔力の塊も近くにあったし、いい機会だからこうして表に出てきたってわけ。ごちそうさま。私だけでなく、マキの力まで。やっぱり一味違うわね。さすが、神をも殺せるマキってとこかしら。つまり、私が存在するためにこいつとそのマキの力を食ったって言ったの。だから、絞りかすなの。マキとしてはもう何の価値もない、ただの剣ってこと。そんなもの持っていても仕方ないでしょ。強大な力をつけて、あなたは何を望むのですか？やっぱり独立かな。従順なふりも誰かのために動くのも、もう十分ミーメルでやって飽きたしね。忠誠心は皆無のようですが、これからあなたの主サマリルはさぞかし手を焼くでしょうね。あら、あんなやつ私の主じゃないわよ。確かにハスカリヌの封印を解いたのも、マキを作らせベルダファードを干したのも、全部サマリルの、というよりサマリルに協力しろっていうメビウスの命令だったんだけどね。ようやく悪しき神の名が出ましたね。では今回の黒幕はサマリルではなくメビウスということですか？両方と言った方がしっくりくるかもね。一応はっきりさせておくとね、私メビウスやサマリルはどうでもいいの。お前は闇のものだろ。もちろんよ。でも我が主は闇夜の王、カオスのみ。細かい説明は省くから、詳しく知りたかったら後でそこの女にでも聞いてちょうだい。私はもともとディース様に作られたカオス様への献上品だったの。だった？そう、そのはずだったんだけど、カオス様も頑固というか固くなというか、まあいろいろあってディース様に返されたのよ。ディース様に散々もてあそばれて、あげくあの方飽きやすいから、メビウスの手に渡って今ここにいるのよ。要するに悪しき神々の間でたらい回しにされたわけですか？うまいこと要約しないでちょうだい。まあいいわ、みんな気になってると思うからちょろっと暴露しておくと、綺麗ごとに飽き飽きしていたサマリルがちょっと偉くなりたいからって寝返ったのはご存知の通り。サマリルはカオス様のしもべだけど、あの二人どっちも野心家って言うの？変なとこで気があったみたいね。メビウスの案にサマリルが乗っかってハスカリヌにマキを作らせることになったの。ただハスカリヌの封印を解くのはメビウスにさえそうおいそれとできることではなかった。そこで目をつけたのはちょうど不要になった私、器としては申し分のない素材だった私にさらに魔力を付与して封印を解く鍵にしたの。それがかつてサマリルが解放の力と呼んでいたものよ。
からはもう知っての通り。ジー君のあれがあって結果として今回のこれにつながって、サマリルとメビウスの思惑通り力もしもべも手に入れて、光の軍勢は大混乱。まあ誤算がなかったわけじゃないけど、その力が父に移り、ハスカリヌ様が魔器を渡さなかった。当初の計画通りなら、ハスカリンの封印を解くための生贄は死ぬのは私一人だった。なんであいつらを気に入らないか、これで分かったでしょ。何も知らないいたいけな美少女に対し、いきなり死ねって言ったのよ。ほんと最低、ふざけんなって感じ。カオス様は全然違ったわよ。よほどカオスには可愛がられたようですね。よくしていただいたわ。まるで父親かお兄ちゃんみたいだね。なぜメビウスに生贄にされた時に抵抗しなかった？どうして今になってミーメルを巻き込む？仕方ないじゃない。体だけで自我がなかったんだから。あんたは知らないだろうけど、あの時は本当に生まれたてで名前さえなかったんだから。考えたかどうかも疑わしい適当すぎる名前つけられて焦ったくらいよ。父と出会った時は意思はなかったんじゃないのか。リース様って運命の女神でしょ。その辺は察しなさいよ。メビウスの隙を見てね。えいたずらが過ぎるけど、一応は創造主だし、リース様には感謝しておきましょうか。おかげで生贄の役目は回避できたしね。レオンの前でやめてよ。あんたね、いつまで隠してるつもり？そうやっていろんなこと後回しにしたから一人で辛くて苦しい思いしたんでしょ。私が表に出てきたんでしょ。あなたが私を苦しめたんじゃない。あなたが。あんた、私に何か言える立場？違うでしょ。あんたがまた押し付けたから私がここにいるんでしょ。私の中の光が大きくなるのと同時に闇も広がっていったんですとか、そんな感じの説明で逃げようなんてまさか考えちゃいないでしょうね。認めんのも嫌だけど事実だし、このままだとあんたがいつまで経っても現実見つめそうにないから言ってあげる。私はあんたなの。あんたが私であるのと同じようにね。違う。何が違うのよ。何を否定するのよ。私たち自分を守るために何でもしてきたじゃない。今回もジークハイトの時と同じでしょ。押し付ける対象が私になっただけ。父さんの時と同じ。本当に何も気づいてないんだね。バレないよ。封印を解くには人柱が必要だっただけで、別にそれは私じゃなくてもいいってことよ。父さんと母さんのことか。だがもっとはっきり言ってあげましょうか。要するにあんたのご両親を殺したのはこいつだってことよ。ミーメルか。敵の新事実は。そうだよ、レオン君のお父さんとお母さんはこいつのせいで死んだんだよ。こいつが自分が死にたくないからたまたま目の前で死にかけてたお父さんに自分の役目を全部押し付けたのよ。
力が戻らない？使命を果たせない？当たり前じゃない。戻らないようにしてたんだから。力が移ったのは事故なんかじゃない。立派な人災、恋にやったことなんだよ。レオン君には本当にお気の毒だけど、でもマキは無事に完成したし、少しの間とはいえいい夢が見れたでしょ。もうすぐ平和な世界になるってね。そう考えたら犬死により幾分マシでしょ。なんて笑っちゃうけどね。レオン、違うの。私はそんなつもりは。いやーね、今さら。全部あんたがやったことでしょ。何今さら棚上げしちゃってんのよ。ジークの望んだ平和はもうすぐ？どの口で言ってんのかしらね。別に私のせいにしたけりゃしてくれてもいいけどさ、こうして出てきたのは私の意思でもあるわけだし。でもそんなことしたってあんたの罪は1ミリも消えないんだからね。とりあえずジー君の墓前で謝り倒して、レオン君に洗いざらい全部暴露してくれる？レオン君もきっとそう望んでるわよ。違う、そんなんじゃ私は。ああ、気が晴れた。こいつのやることなすこと気に入らなかったのよね。憤りが溜まってたというか、自分に憤り溜めるってどんだけ器用なのよ。さてと、私は一旦おいとまさせてもらおうかしら。一応サマリルたちに顔見せしとかないとね。待て、それからどうするつもりだ。どうしてほしい。私の予定ではこれから光の軍勢にとどめさせて回ろうかと思ってるんだけど、それでその後に、ここからは3つ、止めたいなら追ってくれば。さあ私を捕まえて。無理だと思うけど。それに、あれは私の闇です。私の心の中の闇、それが彼女。こちらに来てから私の中でどんどん大きくなって、いえ、きっと最初から抱いていたんです。それが闇に触発されて出てきただけですね。これがサヤネの言っていた鬼なんですね。やはり彼女の言ったことは本当で、あなたは闇の住人なんですね。はい、彼女の言った通り、私は神によって作られた命の一つです。はじめはディースの善意と戯れだったんです。第一の戦いの後、私を作りカオスに献上しました。しかし思い人を忘れられなかったカオスは、私をディースの元に戻しました。あるべきところに返すようにと。あるべきところ？無に戻せと、そういうことです。いらないから処分しろって。そうでもありますが、いたずらに命を作るなとおっしゃったんです。お優しいんですよカオス様は。
しかしディースはそれを無視して私を使って新たな種を作ろうとしました。結局はそれも途中で投げ出し、器を欲していたメビウスに譲ったんです。随分と勝手な話ですね。力を与えられ、ハスカリヌの封印を解くためだけに存在する、ただそれだけだったんです。しかし再びディースのせいで自我が芽生えてしまった。明確な自我が芽生えたのはあの時、ジークと出会った時ですが、そこで私たちの運命が変わりました。私の力がジークに移った、いえ、私がジークに力を渡したから。どうしてそんなことをしたの？あの時のことはよく覚えていないんです。ただ夢中で冷たくなっていくジークが怖くて、それで力を渡しました。本当にただそれだけなんです。でもごめんなさい、私はあなたの。今はミラを止める方が先だから。そうですね、彼女には十分に気をつけてください。彼女は私とマキの魔力を奪っていきましたから。お主よりも厄介な相手になったということだな。ええ、それもあります。でも最大の問題はその力がいつ暴発するかわからないということです。どういうこと？本来は自分の力でない魔力を無理やり自分のものにしたんです。いつまで体が耐えられるか。その暴発の被害が自分だけで済めばそれは彼女の自業自得で済みますが、どうなるか私には分かりません。これは安全がどうのと言っていられなくなりましたね。あまりおすすめしたくありませんが、あの方を追うには敵陣の中央突破が一番早いと思います。うまくすれば敵の進軍の真後ろをつけるかもしれませんし。こんなことになるならさ、さっさと壊しちゃえばよかったな、ケン。な顔すんなよ。神を殺せる剣なんて壊せるかどうか怪しいもんだ。ハスカリヌも壊せるとは言ってなかったしな。まあ気にすんな。お前さ、最初に会った時より今の方がずっといい顔してるよ。ありがとうございます。もう二度としないでくれよ、こんなこと。ほんと心臓に悪いんだから。俺たち仲間で家族だろ。はい、ミーメル。あのミーメル、ありがとう。え、父が死んでいたら僕は生まれていない。僕が今こうしているのはミーメルが父さんを助けてくれたおかげだ。だからありがとう。おかえり、ミメル。ただいま。目を離すとすぐこれだ。ああ、見つかっちゃった。ミーメル、
出て行くときは誰かに声をかけてから行ってよ。急に姿が見えなくなるとまだ怖いんだ。心配かけてごめんね。どうしてそうまでして星を見たがるのかわからないな。だって本当は好きじゃないんでしょ。うん、違うの。昔は好きでも嫌いでもなかったけど、でも今は好きなのかな。聞いてもいい？今までどうして星を好きなのか聞かなかったから。ミーメルが空を見上げる理由聞いてもいいかな。星の前ではみんな同じだから。同じ？ねえレオン、星をずっと見てると自分がなくなっちゃうみたいにならない？私ってちっちゃいなと思って、いろんなモヤモヤがぐるぐるして頭がいっぱいになっちゃって、全部どうでもいいやって気になるの。あとは何にも考えないで星を眺めるだけ。星を見ている間は一人だってこと忘れられるの。一人？私この世界にたった一つしかいないんだよ。私を作ったのは神様だから。お父さんもお母さんもいないし、同じ種族もいない。人のようで人じゃないんだよ。私の親と言えるのは神様だけど、でも私は神様じゃないから。ほらね、一人だからね。星を見ていて思ったの。私から見たら星はたくさんある小さな光だけど、もしかしたら星から見れば私たちもたくさんある小さい存在なんじゃないかって。ああ、私もそのちっちゃなうちの一人なんだなって。そう思うとちょっと安心。気にすることじゃないよ。だって父さんを助けようとして一生懸命やったことでしょ。でもやっぱり原因は私だから、だからごめんなさい。ごめんね、ずっと言えなくて。私怖かったの、レオンに嫌われるって。もっと嫌われちゃうのに。ミーメルはもうたくさん辛い思いをしたじゃないか。だからもう悩んだり悲しんだりする必要はないんだよ。傷ついたミーメルを見続けるのは僕は嫌だな。ごめん。なんだか謝ってばかりだね。私の存在自体が謝って、謝った結果だから、これからいろんなものに謝り続けていくと思う。謝って済む問題じゃないんだけど。これだけはダメっていう好き嫌いありましたっけ？今のうちに教えてくださいね。レオニス君への日頃の感謝を形にしようと思ったんですよ。ここはロマンチックに二人で乾杯と行きたいところですが、レオニス君はまだダメですからね。
だから料理にしようと思ったんです。ああ、安心してください。デシマルも入れないし、変なお薬なんて盛りませんから。すいません、ちょっといいですか？あ、俺、怪しいものなんですけど。お、受けた。つかみはオッケーって感じ。ナナ、ちょこっとでいいから俺の話聞く気ない？あら、ない。あー、時間ないんだ、残念。あ、じゃあこれ俺の連絡先、よかったら後で連絡ちょうだいね。おお、粘るね。昔は俺も日々精進したもんだが、もうあんな元気はな。いや、神さんが怖いとかじゃなくて、若い女の子と過ごすのも十分に癒しだが、今は温泉にでも行きてえなって思ってな。この近くに穴場があるって聞いてよ。どうだ、魂の選択と行きましょうや。たまには私が占ってあげましょうか。私もオネルテスの端くれ、当たるときはちゃんと当たるんですよ。相性占いでいいですか？では、誰との相性を占いますか？その人を大切にしてあげてください。私を見かけたら、よかったら話しかけて。これからが正念場だもんね。きちんと準備しておかなくちゃ。もちろん怪我がないのが何よりなんだけどさ。レオンも気をつけてね。もしあなたに何かあったら、私…ううん、あなたの背中は私が守るから。そうだ、後で…そうね、夜になったら公園に来て。話したいことがあるの。必ず来てね。嬉しい。温泉が近いせいかな。湯気に包まれて夜になると一層幻想的だよね。ちょっとね、ここで話したかったんだ。見て、ここ。地熱のせいで一年中綺麗な花が楽しめるんですって。このお花畑は約束の花畑っていうの。ここで約束を交わすと、その約束は絶対に守られるって言い伝えを地元の人から聞いてね。だからね、約束してほしいことがあるの。絶対に死なないって。この戦いで命を落とすような真似はしないって、そう約束して。私たちの前から、私の前からいなくならないで、お願い。そうだ、もう少し念を押しておこうかな。レオン、少しかがんでくれる？何動揺してるの？
これは幸運のおまじないよ。レオン限定の。だけど。最近どうなんだ？どうって？彼女とか知ってんじゃん。うつぎんなよ。親子の会話じゃねえか。分かってても一応聞いてみたんだよ。帰ったら彼女ちゃんと紹介しろよ。やんねえぞ。とんねえよ。じゃあ母ちゃんの前で誓約書書いて。そんなんでいいなら何枚でも。なあ、なんかこれ聞くと過保護になったみたいで聞かなかったんだけどよ。お前母さんになんて言って出てきたんだ？多分父さんと同じようなこと。そうかい。帰ったらさ、どっか行かない？俺の希望は温泉だけだ。この条件を満たせばあとはお前の好きにしていいぞ。温泉ね、それは俺も大賛成。そういやこの近くにもあるんだっけ。じゃあ海の見える温泉で俺の婚前旅行とかどう？それはちょっと早くないか。レオンは私のせいで、私の種族オネルデスのことを詳しくは知りませんよね。本来ならば私たちオネルデスは先見に大変秀でた種族なんですよ。知っての通り、私にはそういった力はもう皆無と言ってもいいくらいで、何のために額の目があるのか自分でも疑問に思うばかりです。妹のルーティエの方がはるかに優れた駅舎でしたしね。ところが最近私の目が先見をしましてね。何度闇が世界を包もうと、その度に光が闇を払い、希望は続いていく。これ以上は言いません。あとは君の目で確かめてください。これより南に悪しき気がうごめいている。後ろから攻撃されてもつまらない。様子を見に行かぬか。俺の初孫誕生を記念しゼロ感謝割引を始める。たった今から強化割引サービス中だ。じゃんじゃん強化してってくれよ。こっちにいらっしゃい。そうそう、いい子にしてるんですよ。あ、ダメですよそんなことしたら。そう、優しくですよ。いい子ですね。それではご褒美に。はい、どうぞ。やめてください。 なんでそんなに怒ってるんですか。キャー、これはごめんなさい、ご飯と間違えました。クワックワッ。
先ほどお姉様方がご出立されました。我々もそろそろ出撃の頃合いかと。そうか、今日この戦場にて俺の全てを託す。心して受け取れ、ニール。ああ、親父、この日をずっと待っていたぜ。おお、我が息子よ。親父、この戦場ってまさか敵ですか？二人だけで出るつもりじゃないですよね。おお、乗り気だな。魔物が現れたんじゃ。のん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 、魔物よりもっともっとずーっと手強い敵ですよ。難攻不落の要塞、鉄壁の牙城、引くか進むか乗るか反るか。そう、これが運命の分かれ道。この一大事に僕の胸は熱くたぎるってもんですよ。嬉しそうに見えるのは僕の見間違いですか？強敵に巡り会えて嬉しいんだよ。この近くにコンコン島湧き出るあったかいお湯を発見してね。そしてさっきお嬢さんたちが入浴に行ったところなんだよ。温泉ですか？敵ではないんですね。おじさん、副隊長自ら隊を混乱させるような言動はいかがなものかと思うのですが。なんなの兄ちゃん、その間違っちゃったリアクションはもしかしてわざとやってんの？そうやって俺たちの苦しみ嘆く様を嘲笑ってんの？父親譲りのその鈍さ、さすがあいつの子供だな。はい。いいかレオニス、お前にはいい親がたくさんいたな。だが親父はいなかった。今こそお前に真の親父というものを教えてやろうと思ってな。やったね兄ちゃん、こんなチャンスそうないって。レオニス、俺の背中を見ろ。これこそが正しい親父の姿だ。親父、いや父さん、俺どこまでも父さんについていくよ。おお、よくぞ言ってくれた。立派に育ってくれてありがとう。友人、子供たちを巻き込むな。何を言ってるんだい母さん、俺たち立派なおなかまじゃないのよ。そうだったの？やっべえ、お兄ちゃんも尊敬の対象に入れなくちゃ。ああそうさ、ユウさん母さんといえば巷をにぎわす。やめろ、にぎわせてなんかない。私を巻き込むな。けっ、これだからお兄ちゃんはよ。ああ幻滅だよ母ちゃん。兄ちゃんは俺たちと来てくれるだろ。俺を幻滅させたりなんてしないよな。そうだな、誰かが見張りをしなければならないし。さすがだぜ兄ちゃん大好き。いつまでも純粋な心を持ったレオニアスでいてね。レオ、さあ偉大なる我が父よ、この哀れな私めをお導きください。よし行くぞ息子。いや、息子たちよ、大人の階段を転げ落ちろ。はい。落ちていいのか。あったかい。気持ちいい。ふう、生き返るよ。冷えた体にじんわりくるよね。アプリちゃん、
お一ついかがですか？ええ、いただきましょう。俺にもよろしく。うひょー、生きてるってすんばらしい。これは、お前たちは本当にいい時代に生まれてきたな。おじさん、もうやめましょう。何を言ってるんだ。お前の親父もここを乗り越えて男になったんだぞ。嘘を教えるのは感心しませんね。ただでさえない信用をますます落としたいと。地上に咲いた楽園の花々、季節外れの春が爛漫、僕の心に春爛漫、まさに極楽天国パラダイス。ああ、取られた。そんなことより解説をお願いしますよ、父さん。そうだな、テトラはあんまり育ってないが、まあ野生のしなやかさってことで、あれはあれでいいのかもな。そうかな、やっぱ何よりはあった方がいいと思うんだけど。若いね、お前にはまだわからないか。ならダーナはどうだ、あれならお前にもわかるだろう。あの重力に真っ向から喧嘩を売るという勇ましさ、素晴らしいと言わせていただきます。アプリはやめとこう、後が怖いしな。そうだね、父さん。あ、父さん、シャルニーニさんをご覧ください。マシュマロプリン、そう、まさしくあれこそが至高のプリン。あの、柔らかそうな。落ち着け、落ち着くんだ。ここでリタイアするのはちょっともったいなさすぎるぞ。まずは深呼吸だ。はい。今のお前にアリスお嬢様は毒というものだ。見るんじゃない。ああ、ずるい。父さん、手を離してください。独占禁止法は制定されてますよ。何を言う。俺は父として美しすぎるものからお前を守っているだけだ。とんでもない親もあったものだな。だいたいお前昔一緒に風呂入れてもらったんだろう。ほら、記憶の底から呼び戻せ。はい、やってみます。母ちゃんしか出てきません。いや、あれはあれで若い頃はなかなかなあ。コメントは控えさせてもらいます。あ、でもミーメルなら出てきた。ほうほうほう、どんなだ。むちな、兄ちゃん。テトラ、起きなさい。歴史したいのですか？クイークイーン。出汁とか出ちゃったり。クイーン。言って、あだだだだだだ。っていうか、湯船にまで連れてくるなよ。ああ、ほら、デシマル、どうどう、ぜーぜー。ああ、今のでパーフェクトに起きましたよ。今までずっと寒かったんだから、ちょっとくらいいいじゃん。あなたは本当に寒さに弱いですね。こんな小さな時も、寒い寒いと私のぬくもりを求めて。僕の素敵な思い出を改ざんしないでよ。あんたこそ、僕の思い出の中のアプリから全く成長してないけど、大丈夫なの？私はラルバになれば一気に、うわっ！わあ、アプリちゃんすべすべ。ちょ、シャルニーニ、どこを触っているのですか？だって、アプリちゃんのお肌すべすべなんですから、つい手を伸ばしたくなって、うん。シャルの姉ちゃんだって、ふにふにしてて柔らかいじゃん。ダーダさん、そこは、いや、良いではないか、良いではないか。ああ、もう、ガウンにしてください。ほらほら、あんまり暴れないでね。なんだか懐かしい。そうね、前もみんなで入ったよね。ミーメルは、はしゃぐ側だったけど。
だってアリス、ガリオスいる？ん？ええ、そこにいるわよ。あのね、あっちに。もしかして、また？しまった！見つかった！こんな時はどうするの？どうするんだよ！お、おお！さらばだ！お前の死は無駄にしないぞ！黒幕がいるわね。あっちの方に逃げていきました。撃った、父親を撃った。ガリオス追って。承知。青い、まだまだ青いな。息子よ、残念ながらお前にこの役を任せるのはまだ早かったようだ。では改めて言っておこうか。まさに、あ、極楽、あ、天国、あ、パー。その前に自分の心配をすべきではないか。なっ、くぅ、ニールめ、親を大安売りするとは。息子ながら末恐ろしい。どっこいせ。あ、いや、いくら若ぶってるとはいえ俺も年だしね、少しは手加減を。だ、自分で若ぶってるなどと認めるでない。悲しくなるではないか。おわがが、まだまだ元気そうだな。もう少しひねってみるか。いや、やめ、ね、あ、そろそろとどめていくか。父親ならば息子の分も肩代わりするがよい。いや、ダメ、お助けを。こっちをお仕置きするの忘れてた。ギク、忘れたままでいて。いやニール、ガリオスの代わりにそこで見張りしててね、正座で。まあ、ニール君、一緒に入らないんですか？背中流してあげようか。ありったけの力を込めてな。ますます縮んでしまうかもしれませんね。デシマルだったら柔らかいかな。いよいよだね、レオン。うん、そうだね。
今流れ星が見られたら、レオンは何をお願いするの？僕は、なんだろう。戦争を終わらせる、じゃないんだ。戦争は必ず終わらせるよ。でも、それは願いじゃない。誓いだ。僕がしなければならないことだ。そっか、そうだよね。私も、それをお願いするのはやめる。もっと別のことをお願いするよ。ねえ、戦争が終わった後のお願いしない？終わった後か。そう、戦争が終わったらしたいこと。戦いは長くて辛いかもしれない。でもね、夢があればそれを目標に頑張れるでしょ。この戦争が終わるんだよな。よくわからないな。自分のことがわからないなんて変な話だけど、自分が何をしたいのか、どう生きればいいのか、正直わからない。こんなことならもっと真剣に考えておけばよかった。私たちずっと戦いの中にいて、戦うことしか知らなかったから、終わった後のこと考えられないんだね。だからね、余計に終わった後のことを考えておきたかったの。そんなところまで同じなんだね、僕たち。でもね、私はあるよ。戦争が終わったらしたいこと。どんなこと？ダメ、秘密。教えてくれないとミーメルの夢のために頑張れない。じゃあ今度の戦いが終わったら教えてあげる。その時はレオンの夢も聞かせてね。大変だ、真面目に考えておかないと。一番したいことでいいんだよ。僕の一番か。それならすぐ見つかるかもしれないな。じゃあ僕はもう寝るよ。ミーメルも今日は早く。うん、私ももう寝るね。流れ星はいいの？これからいくらでも見られるでしょ。そうだね。魔気の力をその身に宿したですと。はいはい。では娘のことは私にお任せください。ついでというわけではございませんが、こちらでも少々問題が発生しましたので、合わせて片付けてしまうか。承知しました。それでは。これは面白い。良い余興になりそうだ。どこにいるの？隠れてないで出てきたら。隠れてなどいるつもりはない。今その場にいないだけ。あんた、もしかして魔力に乗せて精神だけ飛ばしてきてるって感じ？へえ、意外とやるじゃない、サマリル様。挨拶する手間が省けて助かっちゃった。魔気の力を手に入れたというのは本当か？ええ、美味しく活用させていただいたわ。それともいけなかった？
まあ、今さら何言われてももう遅いんだけど。口の聞き方を知らぬ娘が。まあよい。今の我は機嫌が良いので不問にしよう。あら、それはどうも。で、何の用かしら。私、急いでるんだけど。お話ししたいだけなら、いくらサマリル様でもそれなりに高くつくわよ。なに、そのことでな。我が力を貸してやろう。あのうるさいままごと連中の相手をあんたがしてくれるってわけ。我ではなく我のしもべだ。このまま山脈沿いに進み、途中にいる我のしもべグルグの姿を見る。さすれば、お前の望みは叶うだろう。お前が魔気の力を手にしたせいで無駄になるところだったが、ちょうどよく。そうね、ありがたくその申し出受けてあげるわ。じゃあまた後でお会いしましょう。思う存分暴れるがいい。神々が捨てられた哀れな娘、己が自滅するまで。一通り終わったらお会いしましょうね。最初で最後の目だ。それまでは使ってあげるわ、小物の魔王様。お出ましか。まさか言った通りになるとはな。その声、ギガンタか。グルグ自らお出迎えとは、足止めにしちゃ豪華だな。この前はよくもやってくれたな。あんな手に引っかかる方がどうかと思うぜ。んだと。なぜわしらを裏切ったのだ。お前がそれを言うか。そうだな、同胞のよしみだ。殺す前に教えてやるよ。お前ならわかるだろうが、俺たちダルバは本来何者にも縛られない存在だ。それがお前のように契約してこの世界に来たり、俺のように神の意志でこの世界に残されたり、つまりこの世界にいる限り俺たちラルバに自由意志はないのさ。だが闇のラルバは違う。この世界でも自由に自分の意志で好き勝手にやってやがる。だったら俺たちだって好きにやってもいいんじゃねえか。考えてもみろよ、この世界を動かしてるのは神じゃねえ、俺たちなんだぜ。それは我らが本来あるべき世界でのこと。いや違うな、この世界こそ俺たちが本来いるべき世界なんだよ。この世界を動かしている功労者なんだからな。だったらやりたいようにやらせろよ。それくらい当然の権利じゃねえか。なあ。それがみんなを裏切り闇に走った理由なのか。そうだよ、俺にとっちゃ光も闇もどうでもいい。ただ
やりたいようにやれればそれでな。ならば本来あるべき世界で好きにするがよい。もっとも神の前では無力だろうがな。僕たちには時間がない。話し合う余地がないのであればお前を倒す。そんな生クラで何するつもりだ。そうか、親父が恋しいんだな。親父守ってくれってか。笑っちまうぜ。そんなに恋しけりゃ今すぐ会わせてやるよ。おら死んじまいだ。だな、この程度のことで俺が。なんだこれは。悪しき力が封じ込められている。奴らを滅ぼすことはできないまでも封じ込めることはできるようだな。どうやら全ての力を失ったわけではないようですね。まだ力が残っていた。でも彼女は絞りかすと言っていましたね。けれどもグルグを封じる力が残っていたということなのでしょうか。どこまで封じ込めておけるかはわからんかな。何にせよグルグ対策の希望が見えたってことじゃないか。どこまでできるかわからないけれど行こう。ガンタが倒されたか。まだいるのかよ。こっちは急いでるってのに。どのようにしてグルグであるギガンタを倒した。
まさかアルゼストか。父より受け継いだこの剣で。なるほど、まだ力が残っていた。それと今戦況がどのようになっているか知っているか。ぜひとも教えてもらいたいもんだね。今頃サマリル様がトライゾン城塞を落としている頃だ。これでこの大陸は我ら闇の信徒のもの。あとは残る大陸を制圧するのだ。あの娘も我らの力となり、わずかばかりの抵抗を見せるお前たちの仲間、みんな生き絶えよう。もはや我らの勝利は揺るがん。それでも戦うというのか。僕はあなたに教えられました。どのような状況になろうと諦めずに剣を振るえと。戦いは勝利が訪れるその瞬間までわからないものだとあなたはそう言いました。だから僕は戦います。最後の瞬間まで諦めずに、この剣と共に。戦を終わらせるためだ。光と闇どちらかが倒れればこの戦いは終わる。ならばこの戦、闇が制すのも一つの平和なのだとは思わないか。いや、あなた方の先に真の平和は訪れません。私は私の望む未来のためにあなたを倒します。どうあっても光るというのだ。はい。何も言うまい。ここで倒れるのはお前か、それとも私か。答えを出すとしよう。行くぞ。魂が持て遊ばれし魂が求める、今しめから解かれんことを、世界にあるべきことを、私が私であることを。消え去れ、ヘレティックノヴァ。
アルゼスト様。あなたは自ら望んで闇を受け入れたわけではありませんね。なぜ闇に屈したのですか。もともと闇から生まれた私と違ってあなたは。私が弱かったのだ。闇などに屈したこの心がもはや意識を保つことも難しくなってきた。サマリルの力は今や増すばかり。次に目覚めた時は心などない闇に仕える騎士となり果てよう。その時は頼む、私を。わかりました。僕の手で必ず。その言葉が聞けただけで私は。この先にさらなる闇を感じる。この気配、あの女ではないな。レオン、今は悲しんでいる時間はないから。分かっている。ここで立ち止まるわけにはいかない。この剣でしかグルグを倒せないのなら行こう。やはりあなたも。バシタール様、目を覚ましてください。貴様こそ目を覚ますがよい。戦いを終わらせたくない。サマリル様に従うんだ。この戦い、貴様らに勝ち目はない。受け入れよ、闇を。闇は光とは違う。何者をも等しく包み込む。そう、真の救済は闇の中でしか得られない。本当に心を失ってしまったのですか。何もかも心まで闇に染まってしまったのですか。闇の力になど屈せず、昔の本当のあなたを取り戻してください。屈したのではない、受け入れたのだ。闇こそが正義と知ったゆえに。無抵抗のものを手にかける、そのどこに正義があるのです。他を虐げてでも自らの欲望を満たそうとする、そのどこに。この程度のことで感情的になると、なんと脆いんだ。やはり貴様を見限ったのは間違いではなかった。そのことを今確信した。生と戦うこと、戦うことを放棄し、光の中で怠惰に過ごす貴様らこそ世界を滅ぼす元凶だ。戦い、勝ち得ず手に入れられるものにどれほどの価値がある。くだらぬ男よ、
剣を抜け。時間の無駄だ。どうした？剣を抜かぬのか？昔日の面影に寄り添う今この時を見られぬとは愚かな。その程度の覚悟でここまで来たのか。父の命と引き換えに手に入れた。その剣を振るうこともせず座して死を待つのか。なら死ね。あなたの中に広がる闇は簡単に拭えるものではない。だが鎖を打つことはできる。この剣であなたの心に救う闇を今この剣で断ち切る。どこまでも愚か。なんという堕弱な精神。そのような剣ではジーク杯とは愚か。この俺を超えることなどできぬ。希望すら与えず慈悲などかけず今一刀のもとに貴様を葬ってやろう。戦うことが定めなら逃れられぬ定めなら、せめてバカだ闇の中で暗殺に共にダークネスイリュージョン。これでいい。これで手にかけてきたこの俺を憎いとは思わんのか。憎しみで剣を振るうわけじゃない。それにその傷では長くないでしょう。甘いな。我らグルクを見くびらぬことだ。必ずや蘇り後の災いとなろう。今とどめを刺さねば後悔することになるぞ。ならば罪を償うその日まで生き抜いてください。私が生きている限りあなたが何度現れようとも必ず倒します。そう、何度でも。この剣があなたの中にある闇を打ち砕くまで。急ぎましょう、レオン。彼女を追わないと。私は、そうか。死ぬことすらできぬのか。もはや心も失せ。生、死も。己の意志ではどうにもならず意のまま、ただの操り人形となり果てるもの。いつか死を許される日は来るのだろうか。犯した罪の償いを叶うならばこの命と引き換えに。
さっぱりしたでしょ。私たちのフィナーレに邪魔そうなものはみんな綺麗に片付けたの。つまんないな。家にいれば少しは長生きできたかもしれないのに。まあ来るかなって思ってもいたんだけどね。どういう意味だ。やり残したこと思い出しちゃってさ。だからちょっと待ってたんだ。やり残したこと。私をきちんと消しとくの忘れてたから。彼女の力はほとんど奪ったんだろう。うん、でもまだダメだって。力を奪ってもそいつはまだ生きてるもの。私の半分がカオス様に配役してるんだよね。私たちミーメリアにとってお父様とでも言うべきお方に。それって困るんだよね。どっちかにしようよ。二人もいらないでしょ。どうして元は同じ存在なのに分かり合えないの。こんな奴を理解しろっていうの。一時の感情でお父様を簡単に裏切っちゃうような奴を。これ全部私がやったのよ。ただ待ってるのも暇だったから前線のやつらをめちゃくちゃにしてやったの。すっごく楽しかった。威勢がいいのは最初だけだったわね。統制を失ってからは惰性で戦って無様に逃げまどって這いつくばってさ、笑いながら死んでったやつもいたのよ。そうそう、惨めに命乞いしたやつもいたわ。あれはおかしかったな。ね、わからないでしょ。ええ、あなたの趣味の悪さだけはわかりましたけど。半分はあんただっての。まあ、あんたたちをめちゃくちゃにするの今さらやめる気ないからいいけどね。それともこう言ってほしいわけ。ねえ、今からでも遅くないわ。カオス様のところに帰りましょう。私はこれが一番おすすめなんだけど。メビウスもサマリルもどうでもいいわ。二人で今度こそお父様のお役に立ちましょう。そうだ、こいつら倒してマキを持っていくの。もう用済みだけど、あいつらに渡すよりはずっといいかもしれないでしょ。カオス様なら有効活用してくれるかもよ。ね、ミーメル。お断りします。私はもう二度と闇には戻りません。父のもとに。ほらね、分かり合えるわけないじゃない。私かあんたか、どっちがこの先生きるにしろお互い生きてちゃ邪魔だものね。生き残り一人でいいものね。ええ、その通りです。ミーメル、本当にいいのね。最初から分かっていたことです。彼女と私は同じで、しかし相入れないもの。共に生きる道を探すだけ無駄なんです。分かった、ミーメルは決めたんだね。
私ももう迷わない。ガリオス、力を貸して。元より承知。小娘、覚悟してもらおうか。知り合いと全く同じ顔ってのはちょっとやりにくいが。本人がいいと言っています。遠慮なくやらせてもらいましょう。手を空けた。悪く思うなよ。俺も孫の顔くらい見ておきたいんでね。同じ父親思いの娘が敵なんて、僕としてはちょっと複雑だけど。しかし立ち塞がるのならば蹴散らしていくものです。よくここまでお兄ちゃんに尻尾振ってついてきたね。でも君まで犬死にしなくていいのよ、弱虫のニール君。はあんたミーメンの中で何聞いてたわけ？俺は兄ちゃんを守るって決めたんだよ。いつまでも後ろにくっついてるだけのガキだと思ってんだよ。生まれ変わったニール様を見せてやるぜ。お前みたいなのに好き勝手やられるとたまんないんだね。平穏を望む人々のため、残念ですがあなたには消えてもらいます。本当は私が私の中の闇ともっときちんと向き合うべきでした。こんな形で話すことになるなんて思いもしませんでした。あんたが先送りにして目を背け続けてきた結果よ。そうですね、後悔しています。出さなくていい犠牲をたくさん出してしまった。そんなもの何になるとあなたが笑うでしょうけれど、原因は私なら責任を取るのも私。私は私たちの罪を償いたい。遅くなりましたが、今度は後悔する前に私の手で終わらせてあげます。あなたは私が撃ちます。もうミーメルを一人で苦しませない。悲しみも憎しみもここで終わらせよう。いいわね、歴史になすら残さない戦いよ。我はミラ、閲楽の闇夜に作られし夜露の娘。最良にして最悪、最強にして最後の駄作。我が父に配役せし娘、唯一の片割れ。歓喜の闇にまつろわぬ人の子よ。さあ、私を超えてみなさい。我らは創造主神、光の御手よ。汝の子に永劫に続く闇を照らす光を与えたまえ。エターナルクロス。これで終わりです。さ、眠くさ。ここまでか。そう、世界はあなたを選ぶのね。そしてあなたも選んだのね。なら、もう二度と振り向かないで。行きなさい、ミーメル。あなた。
終わったの？いや、まだ。私は終わる。ここで終わってしまう。だが忘れるな。お前の行く道は同胞たちの骨と血肉でできていることを、人のおだくと傲慢からできていることを、そのむくろを踏みしめて行くことを。ミーメル、これは彼女の中で力が暴れているんです。魔気の魔力、無理に取り込んだ力を抑えきれなくなっています。どうすればいい？どうすれば止められる？私の力を、残った全ての力をぶつけてみます。うまくいけば相殺できるかもしれません。そんなことができるのか？それはお約束できません。だから皆さん、ここから。いや、僕も行く。レオ、僕とミーメルはわずかではあるけれど魂がつながっている。もしかして彼女とはつながっているんじゃないか。ミーメル、教えてくれ。僕はミーメルの助けになりたいんだ。はい、つながっています。じゃあ僕の力はあいつに通じると思うか？ミーメルの力と同じように抑制として働いて、ミーメルの負担を少しでも減らす助けには。はい、十分なり得ます。よかった。これでミーメルを助けられる。俺も手を貸すぜ、兄ちゃん。多ければ多いほど負担は減らせるだろ。おっと、息子たちにばかりいいところをやるわけにはいかないな。私たちの魔力の方が上ですしね。わしらの力を託そう。見事打ち取ってみせよ。でも皆さんにはレオンと違って彼女とのつながりがありません。まあ、それはやってみなければわかりませんよ。そうだぞ。案外どうにかなるかもしれないだろう。つながりはないかもしれないけど、エニシなら結ばれてるでしょ。それで十分じゃん。そういうことであれば、私たちほど最適なものは他にいません。ミーメルだけに苦しい思いさせないから。うん、みんなの力借りるね。
しまいか。もっといろんなことしたかったよ。あなたの歪んだ楽しみのために世界が存在するわけじゃない。あんたたちのためでもないと思うけどね。さようなら、ミーメル。ちょっと早いけど、私は先に眠らせてもらうわ。そして、見させてもらうわ。その汚れた手で、どんな平和が築けるのか。せいぜいあがきなさい。そうしましょう。これで終わったんだな。いいえ、すべてが終わったわけでは。でも今だけは平和ってのにまた少し近づいてるな。はい。この気配は。おお、知ってはいたが、確かに。剣から力が消えている。素晴らしい。どうやら貴様らには礼を言わねばならんようだな。何者だ。そうか、貴様らに会うのはこれが初めてだ。正確にこの姿ではだ。まさか。我が名はサマリン。世界を闇で満たす。ネスト。いえ、サマリル、なぜこんなことを。その質問にはうんざりしているのだ。神である我がなぜ貴様ら虫けらごときに説明せねばならぬのだ。貴様ら黙って我に従えばよいのだ。そう、我が前にひれ伏し許しを請うか。無駄にあがきもがき無様にのたうちその命を差し出す。我は今気分が良い。今回はどちらがいいか貴様ら選ばせてやろう。その巻ただのガラクタにしてくれた礼に。
なんだと、それはどういうことだ。神を滅ぼすことが可能なのか。惜しくないと言えば恐れる。あればあったで何かと不都合なことも多い。貴様らには感謝してる。さあ褒美をやる。我に仕えるか速やかな死か選ぶがよい。いきなりシャシャリ出てきてそれかよ。ほんと笑わせてくれるぜ。待ちくたびれましたよ。あなたのような下船が何をもったいぶっていたのですか。さあ出てきて早々残念だけど、即座に退場してもらおうか。あんたが親玉ってことでいいんだよな。ならあとは簡単じゃん。お前を倒せばいいだけなんだからな。悪しき闇に汚れた腹からよ、情けはいらぬと見た。せめてわしらの手で葬ってやろう。闇よの声、なぜ光を望む。お前の生きるべき場所は闇だと。我が真の闇で世界を覆ってやろうというのに。私はあなたのような愚劣に支配された世界などいらないだけです。子供らには明るい明日を渡したいんでね。その妨げにしかならんあんたには悪いけど消えてもらおうか。私には見えます。たとえ闇が世界を覆っても何度でも払われると。これ以上あなたの好きになんてさせない。光の前に消えなさい、サマリル。主の意に反した行動をとっているのではありませんか。カオスさんはあなたの言う世界など望んではいません。カオス様に代わり私が刃を取ります。ここで終わらせましょう、サマリル。父や母、多くの人たちが残してくれたこの剣に誓い、サマリュー、お前を撃つ。虫けらにしてはよくや。どうだ、今からでも遅くはない。我に使えるか。断る。どれほどの苦難が待ち受けようとも僕たちは戦い続ける。決して貴様のようなものには屈しない。に乗るな虫けらめ。神に逆らうとはその罪、死して償うがよい。あなたは。
何情けない顔してんの？ほら、さっさとあんなやつ倒しちゃいなさいよ。どうして？言ったでしょ？私はあんた、あんたは私。あなたのしたいことは私のしたいこと。そうでしたね。力を貸してください。ね、もちろんね。だというのか。サバリル！これ式のことで。ことはない。残されたわずかな時間を存分に楽しむがよい。あの力は、マキに力が戻ったのか？はい、彼女が力を貸してくれたんですよ。ミラ、ありがとう。じゃあね、私。さようなら、私。世界が滅ぶときに、いつか、きっと。レオン、この後はどうするつもり？もちろん、トライゾン城塞へ向かいます。僕たちにはまだすべきことがあるから。これすら一つの終わりに過ぎず、まだまだ先は長いか。これからもっともっと忙しくなるのね。こんなんじゃ日にならないくらいかもな。それは困りますね。きちんと副隊長に働いてもらわないと。
おいおい、勘弁してくれよ。初のクラルテルラはどう？ここで感想を言えと言うんですか？テトラちゃんは意地悪ですね。でも思っていた通りの素敵なところでした。本当はもっと美しい場所なんでしょうね。また元に戻せばよいのですよ、私たちの手で。はい、そのつもりですよ。あ、そういやこっち来たら盛大にご馳走してくれるんだったっけ。そうですね、ローストチキンなんていかがですか。届けさせてもらいますよ、あなたたちの未来。行きましょうか、レオン。帰ろうぜ、兄ちゃん。ああ、帰ろう、みんなで。ありがとう。我らの背には多くの民の命があることを忘れるな。何としてもここで魔物の進行を食い止めるのだ。たとえこの命尽きようとも。これは、この声は最高神レニオン。おお、光は、神は我らをお見捨てにならなかった。我らには光の加護がある。闇を恐れず奮い立て、勝利は我らの手に。エルネスト、いやサマリルか。神を名乗るには物足りぬな。所詮まがい者の力にすがる哀れなハムシだが、やりすぎたな。ミーメリアがよもや剣の力を導き出そうとは。レニオンめ、気づいたか。まあよい、時間はいくらでもある。そう、無限にな。ではエルネストは、いやサマリルを撃ったのだな。手応えはありました。ただ、おそらくは闇の軍勢の動きが鈍い。致命傷を与えられずとも手傷を負わせたのは確かだろう。よくやってくれたな、レオニス。いえ、私の力だけではなく、みんなの力があったからです。私一人では何もできませんでした。良い顔になって戻ってきたな。お前の父の若い頃を思い出すようだ。まだ闇の軍勢の脅威が去ったわけではない。お前の力、これからも貸してもらうぞ。はい、
私の力がお役に立つなら、父と母、そして多くの人々の意志がこの剣には宿っています。私はその意志を受け継ぎ、この命果てるまで戦いましょう。この剣にかけて。それが最後の、多くの者がその命を賭し我らに託された最後の希望。どうやら本来の魔力は失われたようだな。だがそれでいい。力とは内よりいずるもの。最後の時、本来の力が戻ったのはお前の心にその剣が応えたからであろう。誓いの風剣、悪しき心を良き心により封じる剣、これからはそう呼ぼう。誓いの風剣。それに希望ならば私の眼前にあるからな。新たな命を紡ぎ、次の世代へとつないでいく。お前たちこそ希望なのだよ。私たちは希望。誰かを思い、命を感じられるからこそ人は戦えるのだ。その大切なもののために。今は戦いを忘れ、疲れを癒すがよい。生という戦いはまだまだ続くのだからな。はい。また一つ大きな壁を乗り越えたんだね、私たち。ジークと出会って、レオンと一緒に育って、昨日のことのように思い出せるよ。ここまで来るのに長かったようで、すごく短かった。今まではね。だけどさ、僕たちはこれからを始めなければいけないんだ。これからか。そうだね。あのね、変な話なんだけど、私
今から私の人生が始まった気がするの。ミーメリアの生きた時間に終止符を打って、ミーメルとしての人生が始まった気がするの。ようやくここから一人の人間として生きていける、歩き出せる。ああ、僕たちはまだまだこれからだ。終わりなんてないんだよ。ミーメル、僕との約束覚えてる？うん、私の夢とレオンの夢。私の夢は一つだけ。私、家族が欲しいな。家族みたいなものじゃなくて、私の本当の家族。僕も一番したいことが見つかったよ。いや、最初からそうしようと思っていて、あまりにも当たり前すぎてすぐに出てこなかった思いかな。もう二度とミーメルが孤独に星を見上げなくてもいいように、これからはずっと僕がそばにいる。今までずっと僕のそばにいてくれたから、今度は僕がミーメルのそばにいる。私もう一人じゃない？ああ、もう話さないから。ありがとう。うん、私を捕まえててね。私もう一人じゃない？レオン、ありがとう。私とつながっていてくれて。うん、私を捕まえててね。